アルコ RSC-2 はアメリカンロコモティブが生産した車軸配置 A1AA1A ロードスイッチャータイプの電気式ディーゼル機関車である。RS-2 の軸重を軽減するために車軸配置を変更したもので1946年10月から1950年4月にかけて計9 1両が製造された。RSC-2 には 出力1500馬力の設計記号 E-1661A と E-1661B、B 出力1600馬力の E-1661C がある。また、納入後、台車を B 型のモに変更したものもあり、後述する C ボードエアライン鉄道では23両が、ツーライン鉄道では全4両が該当する。 最初に RSC-2 の配備を受けた鉄道は、ミルウォーキー鉄道であった。1947年、完全ディーゼル化した場合の影響を調べるために、ウィスコンシン州、ワウソウに事務所を置くバレーディビジョンに配置された。この試験配置は成功し、すぐに全乗機機関車がバレーディビジョンから排除された。その後は、GM エンドの SDL39 に、 置き換えられるまで長く使用された。アメリカ南東部のシーボードエアライン鉄道に目を向けると SAL の視線において RSC-2 は適正な出力を持ったジャストサイズの機関車であった。SAL は徐々に増備し RSC-2 の最大所有者となった。そして入れ替えからフロリダ州ボーンバレーからの重量輪産事を輸送にまで使用した。 SAL がシーボードコースとライン鉄道になってもまだ使用され、1970年代初頭にようやくタンパのユーセタの工場で解体された。アルコは本形式をポルトガルとアルジェリアにも輸出した。ポルトガルへは12両が輸出され、製造後60年を経過してもなお5両が21世紀になっても定期旅客列車牽引に使用されている。そして、 一両が博物館に、六両が機動保守会社に譲渡された。ありがとうございます。